どうもナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は絶対に取ってほしいぶっ壊れ装備やっていきましょう。この装備めちゃくちゃ強いんですけども、1回周回するごとに1個しか入手できません。なので何度も強くてスタートを繰り返すしか、入手方法がないんですよね。とにかく取り忘れないようにしてほしいです。入手できるのは試練の洞窟の2階です。行きましょう。今試練の洞窟に入ったところですね。で俺ちなみに、4周目をやってまして、1周目は取り損ねて2周目では取ったんだけども、ミスった完璧にミスった。で3周目はなんとかそのまんま入手できたっていう感じです。はい、まあ、とりあえず、1階をクリアしていきますね。1階はレバーを上げるだけとなってます。これ入手してもねミスる人絶対いるんですよね。俺もその一人なんですけども、これはミスらないようにしてほしい。はい、1階のボス、余裕ですね。いけましょう。俺はもうバリアとロケットパンチをただただ投げるだけの人になりました。もうこれだけで勝てるんで、もうこれでいいです。はい、まあボスは余裕ですね。で2階に入っていきまーす。で2階がちょっとねめんどくさくって、石像の向きを変えていくやつですね。でも、向かせる方向が分かれば全然余裕だと思います。で用心棒を入れてくださいね。用心棒を入れてると、進むのが楽になります。で道中にある宝箱別に取らなくていいかなと思います。目的はねその装備です。今日はね、うん、普段は取っていってもいいかもしれないですけど。でまずここロイドですね。ロイドは西を向かせます。ロイドは西で、その横にも一人いますね。システィーナ、システィーナは北です。はい、でまだまだ進んでいきましょう。ここにいるのがユフィですね。ユフィは北のまんま、そのまんま北を向かせてください。でもう一人いました。フェリアですね。フェリアは西を向かせましょう。で立て続けにいますね。ミレーヌです。ミレーヌは北です。北で上に、わーはい、気を取り直していきます。ルークですね。ルークは南を向かせます。南と、であと1体ですね。あと1体石像があります。行きましょう。ほんと敵とねエンカウントするとちょっと時間かかってしまうので、極力エンカウントしないように用心棒で戦っていきます。で最後のシャロンですね。シャロンは東を抜かせちゃいましょう。そうすると、開くんですよね扉が。で扉の方じゃなくって下に向かいます。ルークがいた場所の下のところにハテナがありますよね。ここを調べてください。そうするとスターガード入手できます。スターガード別のところでも入手はできるんだけども、ここで入手できるスターガードはファクターにオールフォーワンがついてます。オールフォーワンは多分ね武器にしか自分でつけることができないんですよ。で、盾についてるのって本当に貴重で、ここでしか入手することができないと思います。うん、このオールフォーワンは、性能として自分以外のバトルメンバーの数かける 5% のダメージアップなんですよ。なんで火力でゴリ押しするこのゲームでは絶対に欲しい装備です。できれば4つ欲しいですよね。なので4周頑張って回りましょう。俺はミスって1回目取らずに2回目取ったけども、ファクターを変更してしまいました。で3周目は取って今回4周目でも取りました。
あと2週行かなきゃいけませんね。頑張っていきたいと思います。皆さんもぜひ撮ってくださいね。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。